公人朝赤人とは、江戸時代にあった役職の一つ。世襲制。高貴な身分の者が遺憾即帯姿である際、排尿が困難となる。衣類の着脱が必要となるが、その猶予がない際、袴の脇から尿筒に当たる、同性の筒。ポータブルトイレの類を差し込み、排尿中に支えるのが仕事である。江戸幕府将軍の上落、三大。 日光東将軍参拝などの際、将軍に禁じした。名前の由来は、朝夕に公務を果たす人ということから。将軍の道中は行列の2番に従う下部の左右に、あって、刑を唱える。同法党支配で、定員は一人、淵公十人淵。土竹が世襲していた。土岳は、鎌倉幕府四大将軍の藤原与立の頃から、時の将軍に仕え、以降、 室町幕府の将軍家、織田信長、豊臣秀吉にも仕えていた。近世に入り、江戸幕府を創始した徳川家康に仕えたことが幕臣としての始まりで、以後土武は土玉孫左衛門という名前も世襲したため、後人朝赤人イコール土玉孫左衛門となる。ただし身分は、武士ではなく武家方向人いわゆる中間だったと言われている。 職務は将軍が対象とはいえ、いわゆる下の世話なのであるが、鎌倉時代から家が続き代々世襲していること、雲の上の存在である将軍や時の権力者らに近似すること、公人長石人といえば土竹であったことなどを鑑みるに、いわゆる名家として扱われる。土竹の有書書によれば、世襲の由来は1219年、将軍。 藤原頼常が鎌倉に東月光の際、京都から故障してまかり下るのに始まるという。江戸幕府において、世襲となった金は、1603年3月25日、家康が将軍敗賀の礼のために参大した折、尿刀の役、皇人長石人を過食としていた土田氏の先祖を召したこととされている。皇人長石人については、資料が少なく、身分は、 武士ではなく、中間だったと言われているが、下級武士説や、町人扱い説もある。少なくとも、小刀一本を持つことが許され、名字は公式に名乗ることができたそうである。ただし、公式行事の際の役職であり、つまり毎日のように仕事がある立場ではなかった。土竹が普段は何をして生活していたのかは不明のままである。ありがとうございます。